スタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。この声援を背中に受け、両チーム今日のゲームを戦います。この時間はサンフレッチェ広島対名古屋グランパス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中、今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。サンフレッチェ広島対名古屋グランパス、エキシビションマッチです。やはりこの序盤、先に主導権を握りたいですよね。はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどもね。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。山岸、いけるか。シュート、いい反応。いやー、よく反応しましたね。難しいボールでしたけどもね。いやー、よく止めましたよね。危ない場面でしたが、キーパーが立ちはだかります。名古屋としてはチーム全体で深めのポジションを取ってますよね。立ち上がりは相手にボールを持たれても全然問題ないという考え。ヘディング、ユンカ、ピンポイントのクロスに合わせてきました。点で合わせてきましたよね。佐々木、長いボールを入れます。このパスを防ぎます。稲垣、広島は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。米本、前半30分を過ぎたところです。米本、柔らかいボール、いいボールですね。広島ボール。縦へのボール。マルコス・ジュニオール。ここは対応します。米本、ここでファールがありました。およそ30メートルというところです。シュートレンジです。こぼれた。両チームともまだファーストハーフ、ここまでは0対0。折り返します。ユンカーさんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。サンフレッチェ広島対名古屋グランパス、エキシビションマッチです。やはりこの序盤、先に主導権を握りたいですよね。はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどもね。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。山岸、いけるか。シュート、いい反応。いやー、よく反応しましたね。難しいボールでしたけどもね。いやー、よく止めましたよね。危ない場面でしたが、キーパーが立ちはだかります。名古屋としてはチーム全体で深めのポジションを取ってますよね。立ち上がりは相手にボールを持たれても全然問題ないという考え。ヘディング、ユンカ、
ピンポイントのクロスに合わせてきました。点で合わせてきましたよね。佐々木、長いボールを入れます。このパスを防ぎます。稲垣、広島は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。米本、前半30分を過ぎたところです。米本、柔らかいボール、いいボールですね。広島ボール、縦へのボール、マルコス・ジュニオール、ここは対応します。米本、ここでファールがありました。およそ30メートルというところです。シュートレンジです。こぼれた。両チームともまだファーストハーフ、ここまでは0対0。折り返します。広島ボール、縦へのボール、マルコス・ジュニオール、ここは対応します。米本、ここでファールがありました。およそ30メートルというところです。シュートレンジです。こぼれた。両チームともまだファーストハーフ、ここまでは0対0。折り返します。ユンカー、さあ右へ預けて、泉、スペースを狙う、いいボールだ。野上、そして今前半終了の笛が吹かれ